岡本和馬は奈良県五条市出身のプロ野球選手、宇藤右内、読売ジャイアンツ所属。3歳の時から8歳年上の兄とのキャッチボールで野球に親しみ、五条市立北、内小学校1年生から南式野球チーム、カインドで投手圏内野手として野球を始める。野手としては3年生からクリーンナップ、4年生からは4番を、ち 当主としては3年生時に最速時速 100km を記録。この頃から、智弁学園高等学校への入学と、天理高等学校に勝利し、全国高等学校野球選手権大会へ出場、優勝することを目標に掲げていた。五条東中学校へ進学すると、柏原しきりルるニにあげ、当主権三類主を務め、2年生時に主軸として、 出場した全日本中学野球選手権、大会ジャイアンツカップでベスト4に進出。同チームの一学年上には後に、巨人で同僚となる区は、原拓也がいた。三年生時には右肘を、剥離骨折している中シニアリーグ、日本代表の4番として、全米選手権に出場し、打率5割超えの活躍により優勝に貢献。中学生時は投手を、主とし、三年生時には、 時速1 3 5キロメートルほどの急速が出ていたが、骨折の影響で高校進学時は投手ができない状態だった。2012年、競合校約20校からスカウトされる中、憧れであった智弁学園高等学校に入学。1年生の春からベンチ入りし、秋から4番となる。1年生時の年間本類打は8本、2年生時は48本。 三年生時の第86回選抜高等学校野球大会1回戦、三重高校戦では大会史上19人目かつ大会対記録である1試合に本塁打を放った。第96回全国高等学校野球選手権では1回戦で当時エースであった岸潤一郎を擁する明徳義塾と対戦し4から10で初戦敗退を喫した。高校通算73本塁打。 大会後は、第10回1 8ーアジア野球選手権大会の日本代表に選出され、4番打者として打率。437、個打点を記録し準優勝に貢献した。野球部には2学年先輩に、青山大輝が1学年後輩に、広岡博士がいる。2014年度プロ野球ドラフト会議にて、読売ジャイアンツから1巡目で単独指名を受けた。 指名後は契約金8000万円、年俸千2 0 0万円という条件で入団契約を結んだ。当時の一軍監督だった原辰則からの提案で、終身名誉監督の長島修行の3と原が現役選手時代につけていた8を合わせた背番号38を着用することになった。2015年2015年は、 春季キャンプ鬼軍で迎えると、キャンプ終了後の3月に、腰、公式戦開幕後の5月に、下半身の不調で2度にわたって約1ヶ月、戦線を離脱した。2度目の戦線離脱から復帰した後は、6月29日に、明治神宮野球場で開催された、侍ジャパン大学日本代表隊、NPB 選抜では、NPB 選抜の7番、三流医師として、 スタメンに起用され、3打数1安打に三振を記録した。8月27日に入団後初の出場選手登録を果たすと、8月28日の対、中日ドラゴンズ戦7回裏に、高木隼人の代打として公式戦にデビュー。9月5日の対横浜 DNA ベイスターズ21回戦5回表に、再び高木の代打に起用され、公式戦、通算3打席目で、 砂田武史樹からの2点本塁打によって公式戦初、安打、初打点、初本塁打を記録した。レギュラー三塁手の村田修一が故障で、出場選手登録を抹消された9月19日には、対東京ヤクルトスワローズ戦で、7番、三塁手、として公式戦で初めてスタメンに起用され、5回表の出塁後に、公式戦初盗塁を記録した。公式戦には、 通算で17試合に出場、打率214、1本類打4打点を記録した。レギュラーシーズンの終了後には台湾で開催されたウィンターリーグに参加。19試合の出場で打率383、三本類打20打点という成績で打点王のタイトルを獲得した。12月22日、200万円増となる。 推定年俸1400万円で契約を公開した。2016年も公式戦の開幕を二軍で迎え、イースタンリーグでは二軍監督の斉藤正樹の方針で4番打者に固定される。この年より就任した二軍打撃コーチの二岡智博の進言で打席が終わるごとにメモを取る習慣を身につけ、毎日二岡に提出していた。公式戦では五月十七日の対、 阪神タイガー,アース戦に6番3塁手としてスタメンでシーズン初出場を果たした。7月14日のフレッシュオールスターゲームではイースタンリーグ選抜の4番1塁手としてフル出場。4打数にあんだ3打点を記録したほかチーム唯一の本塁打を放って勝利に貢献したことから MVP に選ばれた。 2軍のイースタンリーグ優勝で迎えた福岡ソフトバンクホークスとのファーム、日本選手権でも4番打者として4打数に安打だ1、本塁打3打点を挙げて MVP に選ばれている。最終的に2軍で18本塁打、74打点を記録し、シーズン終了後にはチームメイトの高木、平健太郎と共にプエルトリコのウィンターリーグへ派遣された。 帰国後の12月25日に2歳年上の女性と結婚。12月26日には200万円減となる推定年俸1200万円で契約を公開した。2017年は内野の守備に課題があることや、球団が KC マギーを獲得したことを背景に、首脳陣が岡本を左翼手の守備に取り組ませた。同年シーズンは、 自身初の開幕一軍登録を果たし、7番左翼手としてスタメンに起用された4月7日の大阪新戦では、1回表に四万塁で迎えた打席で2点的自打を放ち、公式戦559日フりの打点を記録し、5回表の第3打席でも安打を放ったことによって、自身初の公式戦もルチ安打を達成した。しかし、その後はシーズンのほとんど鬼軍で過ごし、 一軍成績は15試合出場、打率、194、0本類打、2打点。11月28日、現状維持となる推定年俸1200万円で契約を公開し、同年で対談した村田の背番号25に変更されることになった。2018年は、春季キャンプで、打撃コーチの二岡の助言によりグリップ位置を下げバットを立てるフォームに強制。 オープン戦で結果を残すと、前年まで、小一塁種だった、安倍晋之助から、レギュラーの座を引き継ぎ、3月30日の、大半新戦で、6番、一塁種として2年連続で、開幕スタメンで起用された。3月31日の開幕第2戦では4打数、4アンダー5打点でプロ初の猛打賞を記録。翌4月1日の試合でも、逆転となる3点本塁打を放った。 6月2日のオリックスバハローズ戦で第89代目の4番打者として出場第1打席で初の2桁本塁打となる左腰ソロ本塁打を放ちその後はシーズン終了まで4番として定着した最終的に全試合に出場し打率309、33本塁打100打点とプロ野球史上最年少となる22歳3ヶ月での 100打点及び3割30本類が100打点を記録した。オフのベストナイン投票では1類手部門で174票のダイアン・ビシエドに次ぐ95票で2位、3類手部門で250票の宮崎・敏郎に次ぐ23票で2位となり受賞を逃した。12月19日、6800万円増となる推定年俸8000万円で契約を公開した。 ヤクルト3回戦1回裏第5号にランホームラン2019年4番一塁手として初めて開幕4番を任される。前半戦は打率が250前後で推移するなど調子が上がらず監督の腹からビッグベイビーと揶揄され4番を外される試合もあった。8月6日の対中日戦の試合前アドバイザーとしてチームに帯同していたウォーレンクロマティの助言により 脚部の使い方と打球方向の意識を再確認。これがきっかけとなり8月は打率301、9本塁打、26打点を記録するなどを復調した。9月20日の DNA 戦では目標としていた30本塁打を記録。最終的には打率265、チーム2位の31本塁打、チームトップタイの94打点を記録し、2年連続での 全試合出場も達成した。また、この年先発した、守備位置は、一塁69試合、三塁56試合、左翼17試合と、4番打者でありながら、チーム事情に合わせて、ユーティリティさも見せ、一塁の守備では、無失策と、自身初のリーグ優勝に貢献した。クライマックスシリーズでは、昨年の成績を大きく上回る15打数8安打。 三本類が七打点の活躍で CS ファイナルシリーズの MVP を受賞。23歳での受賞は当時24歳で受賞したカンノを抜き、セリーグでの最年少記録となった。しかしソフトバンクとの日本シリーズでは低調になり、第四戦でロベルトスワレスから二点本塁打を打つも逆転はできず、チームも4連敗を喫し日本一を逃した。オフのベストナイン投票では、 一類種部門で48票、三類種部門で101票、外野種部門で1票となり、受賞を逃した。12月3日、6000万円増となる、推定年俸1億4000万円で契約を公開した。2020年、開幕直後は校長の滑り出しをするも、8月以降は、徐々に調子が下降し始め、9月16日の大半新戦で腰痛のためスタメンから外れ、 この試合では、坂本隼人と共とに、ベンチからも外れて、途中出場もなかったため、2017年10月3日の、タイヤクルト戦から続いていた連続試合出場が359試合で、ストップした。シーズン終盤には、大山祐介と、本塁打数を争い、一時トップの座を奪われたものの、逆転。最終的に打率、275.31本塁打。 97打点を記録し、自身初の打撃タイトルとなる本類打王と打点王の2冠を獲得。この年は、腰痛で欠場した2試合を除いて、すべての試合で4番を務め、前年まで複数のポジションで起用されていた、守備位置もシーズンを通して3塁に固定された。オフには、セリーグの3塁主部門で自身初となるベストナインに選出された。12月16日、 7000万円増となる、推定年俸2億1000万円で契約を公開した。逆方向への長打が持ち味。50メートル走6秒後、遠投100メートル。妻の影響もあり、サザンオールスターズのファンである。そのため、登場曲にもサザンオールスターズや桑田圭介の楽曲を使用している。ありがとうございます。